You're the cure to all my pains. はい、とりあえず今日はね、珍しくちょっと観光じゃないんだけど、はい、東京に来てます。今日はね、とある企業さんになんか製品発表会に招待されたんだよね。なんでっていうなんでっていう感じだけど、と思って、いや本当びっくりした。でなんかそのシャオミさん、シャオミのなんかその新製品発表会が今日あるから、ちょっとね東京の大手町だっけ、大手町に来ました。お、どう、現在地に戻る。どうで開始。あ、逆だった逆だった。ちょっとね、全然道が分かんない。あ、まっすぐ、とりあえずまっすぐ。はい、全然分からんよ、こんなところで降りたことないもん。でもオフィス街だよ、なんかもうビル、田舎者のやつだったらここは別世界だよ。いやー、なのでほんと場違いだよね。いや本当に今日行っていいのかなって感じだよねなのでね、今日はちょっと観光ではないんだけど、まあ東京 Vlog としてちょっとねお伝えしていこうかなと思います。上やばくね、ジョンが見えねえ上、わーお。はい、いや一平タクシー、タクシーいる。うちらがいつも行く観光地とは全然違うよ、景色が。なんだっけ場所、三井ホールだっけ。うん、三井ホールに向かいます。いやなんかね、このシャオミなんで招待されたかってちょっと疑問に思って、ちょっと僕の方でも下調べをしたら、なんか今回新しいスマホが出るみたいなんだよね。でそのスマホが、そのスマホのカメラがやばいという噂、うんうん、だからかと思って、多分ただのスマホだったら、そうそう、ガジェットの人だけ、そう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 、なんで俺たちが呼ばれたのと思ったけど、なんかそういうのなのかなと思って、旅行にも使えるね、スマホ、ね、スマホ、うん、なのかな俺本当になんかごめんなさい、シャオミって知らなかったんだよね全然。中国のメーカーで、まあ結構こうハイスペックなね、クオリティの高いスマホなんだけど結構安いというので、うん、結構評判がいいのかな、うんうん、いやでも楽しみ。今ねちょっと10時5分ぐらいなんだけど、10時30分から受付開始って書いてあったから、ここが正門の首塚なんだって、ビルの間にあるんだ、わーすごい、本当にビルの間にまさかどの首塚がこの場所にあるっていうのは、いろいろあったみたい、いろいろあったみたい、そうそうそう、よく聞く、うん、事故とかね、うん、いやすげえ、このまま残ってんだね、このビルの一角に、すげえ。三井ホールとか書いてないんだよ、三井物産は書いたんだけど、本当に俺たち入っていいんすかいや絶対俺たち違うような気がするんだけど、場違いだよ、怖っ。はい、とりあえずね中に入ったんですけど、三井物産のビル、うん、のなんだっけ、3階が大手町三井ホールって書いてあるから、3階に行くって感じ、うん、はい、まあ、いっぱい飲食店もあるよ。あ、とんかついいねいやマジで場違いですよ俺たち、なんでこんなところにいんの、みんなスーツ着てさ、警備の人めっちゃ目つけられていやー大丈夫かな、マジで不安になってきたわ。服装も全然なんかカジュアルスーツなんですけど、マジでドキドキなんだけど、なんか場違い、間違い、間違いでしょこんな感じでインフルエンサー席っていうのが設けられてる、あの何、報道陣もいるんだよね、やばいよね、あの前方の人たちでもパソコン開いてるし、もうほんと記者会見いいのこれこれはやばいよ、なんでここに俺たちいんのって感じ、ほんと。とりあえず時間まで待ちます、ドキドキ。
皆さん、こんにちは。大沼でございます。本日も、それでは、本日の製品の内容については、プロダクトプランニング本部長の足立の方よりご説明させていただきます。皆さん、こんにちは。プロダクトプランニングを担当している足立です。私から新製品をご紹介させていただきます。まずご紹介するのはスマートフォンです。それではこちらのビデオをご覧ください。お待たせいたしました。Xiaomi 14 Ultra を日本で発売いたします。そして、ライカと共同開発したイメージング技術を搭載した高エンジニアードウィズライカとして、日本のユーザーにもお届けできることになりました。そのライカ社と共同開発したカメラについて、これからご紹介いたします。Xiaomi 14 Ultra は、ライカクワッドカメラシステム、つまり4つの5000万画素のカメラを搭載しています。ウルトラローで撮影すれば、非常に豊かなダイナミックレンジの情報を記録しておくことができるので、フォトショップやライトルームでのポストプロダクションにより、意図した通りに作品を仕上げることができます。Xiaomi 14 Ultra の性能をさらに引き出し、創作意欲を駆り立てるフォトグラフィーキットです。このグリップ部分は撮影の際に持ちやすい形状になっているだけでなく、中には 1500mAh のバッテリーも内蔵しており、そしてカスタムダイヤルを備えているので、露出や絞りを簡単に設定できるのはまさに革命的と言っていいでしょう。そしてカメラリングをフィルターアダプターに付け替えることによって、市販の 67mm のフィルターを取り付けることができます。デコレーションリングを取り付ければ、また異なった表情をお楽しみいただけます。市場想定価格、税込み、199,000円で販売いたします。Xiaomi 14 Ultra の魅力を増幅させる、このフォトグラフィーキットは、別売アクセサリーとして22,000円となっております。今回、Xiaomi 14 Ultra をご購入いただいた方には、漏れなく、プレゼントいたします。すごい。どうでした、ゆうこさん。いや、すごいね。わかったね。初めて見たけどさ、やっぱワクワクする。ワクワクする。いや、最初、あれなんか噂されてた、そのね、ライカとシャオミの共同開発したスマホは、日本じゃ出ないかなと思ってたんだけど、やっぱサプライズできたよね。あんまり俺たちそんなライカとかさ、カメラはやってるから知ってるけど、まあさ、ライカはすごいっていうのは知ってるじゃん。でもあんまりそこまでね興味なかったんだよね正直ね、まあ高いっていうのもあるし高級じゃん。いやでもあれを見ちゃうといやすげえな欲しいなと思ったね。俺たちどっちかっていうとガジェットっていうよりさ旅行系だから最強なんだよスマホが。だからさ、だからさっきも言ったけど広角から望遠まで撮れるから、それ1台あれば、なんかどこでも撮れる。どこでも撮れる。いやー最強だなと思って。手軽に行けるよね。そうだね。旅行もね、旅もね。やっぱりね。そうそうそう。いや本当身軽に行けるからね。でもカメラも写真も撮りたいじゃん。動画も撮りたいじゃん。いや最強だろうと思った。まあ、それに対してのまあ20万。これをまあ人によるけどね。まあ、ね高いかと、高いと取るか、安いと取るか、スマホってここまで来たんだなと思った、でこの後俺たちも、僕たちもねあのちょっと触れるみたいなんで、体験できるみたいなんで、もちろんねあのやっぱり Xiaomi 14 Ultra、触ってみたいよね、いやでも本当にこの何マスコミの人もいればさなんかよくテレビで見るやつ、テレビで見るやつ記者会見、やばいよ。おどうぞどうぞ。仏が言ってる時の顔です。すごいね。うわ、これ高級感あるよ。この皮がさ、レンズ4つ。レンズすごい。存在感がすごい。あ、めっちゃね綺麗です。めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗。あ、じゃあゆうちゃんさ、これやってさ。おお。
あ、そうだね。いや、まあ画面越しだとちょっと分かりにくいけど、でも肉眼で見るとめちゃめちゃ綺麗。綺麗です、うん。こちらのスマートフォンに、専用のキットを装着。これがフォトグラファーキット。うん。すごいね、モントカメラ。どう重さ？どう？ちょっと重くなるかな。重くなる。でも、ここ。しっかり握れる。握れる。グリップか。グリップだもんだって。ここ。バッテリー。カメラ。カメラ。あ、そうバッテリーなんだよね。いや、このオレンジのティングもかっこよすぎるの。すげえ。めちゃめちゃフィット感がある。こちらのスマートフォン。すごい。これ広角。おお、めちゃめちゃいい。超綺麗だし、大画面で。見えるか。あ、本当だ。すごい。あ、本当だ。めっちゃ広角で入るね。やばいよね。でもさ、普通だったらさ、うん、普通に持ってこうやって押すじゃん、うん、でもここで押せるからさ、はいはいはい、あ、そうだよね、ほんとカメラと一緒だもんね、ありがとうございます。めっちゃ綺麗じゃない？めちゃめちゃ綺麗なんだけど、やば、ね、なんか光と影、うん、なんかすえボケ感えぐ、ボケ感やばいね、ボケ感えぐ、超浮いてんだけど、すごいカメラで撮ったようなさ、本当だよ ね、 ね、すごい、ちょっとね、はい、あの撮っときましょうか。ポートレート、ポートレート結構ボケるんじゃない、背景どうなの、かなり人いるけど、あ、うん、今撮ってみて、結構ボケるよ、やっぱりすごいよね、背景ボケるね、うんうん、静か、俺超浮いてんだけど、でもさ、やっぱりこの光当たってる部分と、まあ、ちょっと分かんないかもしれないけど、いやでもなんか影の部分はすごいね、ちゃんと出てる、出てるね、なんかシャープだね、うん、そう、すごいね、すごいね、これはすごい、これスマホ、いやいや、これまでに、これまでに体験を、これまでにない体験をとか書いてある。今なんか順番に呼ばれてるんだよね。なんかタッチ&トライみたいな感じで。あ、モデルさんもいるんだよ、あそこのホームテレビのところに。すごいよ。3番です。はい。あ、僕たちで1台なんです。はい。とりあえず最初に、なんだっけ、ぶち取りか。はい。はい。AI の雲を使ったマクロ撮影ができる。よし。お、うん、美味しそう。すごい。うわ、もうめちゃめちゃ綺麗じゃん。すごい。すごい。前ボケ。さすが。あ、なんか匂いがすごい。甘い匂い。これガチの本物？やばい。あ、いいね。あ、待って。これ手前にボケにしてあれ撮ろう。どっちでも、とりあえず。すご。すごい。いや、美味しそう。めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗だよ。手前へ。あ、はい。もう終わりです。はい。ポートレートモードだって。超あ、すごい。めちゃくちゃ綺麗。じゃあここら辺で、すいません、撮らせていただきます。お願いします。うわ、めっちゃいい。おお、すごいな。あ、めちゃめちゃいい。めちゃめちゃいい。あ、ライカ、なに、え、なんかこれすごいね。なんだそれ。ああ、なんかこういう白黒、モノクロってライカっぽい。はい、どうもありがとうございます。どうでした？いや、すごいね。すごいね。あのね、正直あの仏壇の方はちょっと時間なくてあんま撮れなかったんだけど、ポ、うん、ートレート、ポートレートさんをね、モデルさんやったんだけど、めちゃくちゃすごい、これスマホって感じ、やばかったね。なんかポあのカメラで単焦点とかで使ったような感じのボケ感とか、うん、すごい綺麗だったの。いやね。でなんかやっぱりライカって言ったらちょっとモノクロ。うん、がね、使ってみたいな、確かに確かに使ってみたんだけど、うん、すごい質感もね、なんか高級感があるような感じで、そうね、めっちゃ良かった、ね、うん、一応後でデータもらえるみたいなので、まあ、あの編集するときは撮影してるときにはめ込もうかなと思うけど、いやでもこの体験は貴重だよ。そうだね、なかなかない。普通ないよ。悪いことがないから。そう。今回たまたまね、機会があって。そう、たまたまね。いや本当ありがとうございます、シャオミさん。結構僕たちの場合は結構旅行動画メインだから、なんかこの雰囲気をみんなにね味わってもらえたら
いいのかなと思う。結構詳しく説明してる人も他の動画多分いっぱいいると思うから、まあ、それはねそれでそっちも見てもらって、なんか僕たちは僕たちでね、僕たちなりの目線、まあ、一応カメラやってるからさ、うん、たまにはいいんじゃないですかこういう動画も。いや本当にお呼び、ね、招待していただいてありがとうございます。ありがとうございました。はい、もう結構ガジェット系の人かな。あの堀口くんがいた。そう、堀口くん、モノグラフの堀口くんがいた恐れ多くて声をかけられなかったけど、やばいよ、なんか一緒にいていいんですかっていう感じで、本当に、まあ、そんな感じでね、はい、皆さんにね、なんかこんな感じで雰囲気お届けできたらなと思います。はい、どうもありがとうございます。はい、あ、すいません、あ、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。シャオミの手土産もなんか結構重いよ。2人でもらっちゃった。あざーす結構ガチめの、はい、おわ、なんかスマートカメラってシャオミのご提供いただきました。はい、ご提供いただきました。なんか俺あのボールペンとかそういうもんかなと思ってたんだけどさ、全然レベルが違いすぎるこれ。すごいねこれ。じゃあとりあえず飯食いに行こう。はい。お腹が空いちゃった。そう、うちらの動画ではちょっとグルメも欲しいので。あの発表会の時にすごいお腹鳴ってた。グーグー言ってた。ここなんか三井ホール ある？ここで食べる？はい、いつもの動画になるここから。え、とんかつうまそうなんだけど。とんかつ行く？とんかつうまそう。あ、いいね。がっつり行きたい。がっつり行きたいね。まあ、こっちトッピングか。はい、はい、はい、すいません。ありがとうございます。大盛りもできんだ。やばいよね。よいしょ、よいしょ。わーお。ご飯もね、大盛り無料、大盛り無料だからね。うん、でっけ、え、これで850円ね。うん、うまっ。800円で覚えない。いや、これ800円でこれでしょ。コスパ良すぎでしょ。しかも都内でこの三井物産の中で。赤味噌もね、いい感じのコク、苦味というかさ、赤味噌特有のさ、美味しいね。一応しじみが入ってます。はい、はい、とりあえず食べ終わって今からね、大手町から東京駅に歩いていこうかなと思います。そんなに遠くないんだよね。うん、晴れ渡っててなんかすごい。こういうところでライカで撮りたいよね。ライカっていうかシャオミでほらすごいこぼれ日が動いてる。すごい空間、おしゃれ。行きましょう。いや、なんかこぼれ日がいいよとりあえず東京駅でちょっと俺お土産買いたいんだよね。母の日の東京駅だったらさ、すごいおしゃれなのあるじゃん。ちょっと母の日のね、買ってないからちょっとそれ買おうあと自分たちをで、どこやっていう。ちょっと待ってな、東京駅どこだ。はい、とりあえず東京駅に着きました。いや、いいね、天気がいいと。あ、いつも東京駅来る時にさ、天気悪い。本当だよ、いつも旅行行く時な毎回天気悪いからな。めちゃめちゃ可愛いんだけど、この箱。なんかシンプルだけど可愛い。可愛い。いや、でも美味しそうだよ。これもサブリナ。アーモンドと何、あのシュガーとさ、この花っぽい感じ。絶対美味しい。いや、絶対美味しいやつ。はい、とりあえずお土産買いました。自分たち用とお母さん用。はい。中身見して、ゆうこさんの。ゆうこ用なんだけど、可愛い瓶を。なんでバターチョコクランチとかなんとか。そう、書いてあった。書いてあったね。うん、ああ、釣られちゃった。お、箱かわいいのよ。ね。ね、シンプルでかわいい、ね。めちゃめちゃかわいい。めちゃくちゃ混んでたもん。うん。一番混んでた。うん。はい。ということでね、今回はこんな感じで、夫婦の一日 Vlog、発表会といい。そう、何の需要もないかもしれないんだけど。でもいい思い出になったんじゃないですか、またこれもね。ああ、ね。
体験したことないから。本当だよね、発表会はマジで、いやこれはいい思い出になったもん。はい、ということでまた次回の動画で皆さんお会いしましょう。それではバイバーイ。アイカット。